はい、エントリーナンバー6、オーパイガードです。オーパイが石川高専ということで、この作品になっております。ちょっと10万です。いやー、ダジャレのレベルがいいね。今回動画です。今回動画です。はい。てか、しかも、もうその時点ですごくない、もはや。この時点ですごいです。これ初めての3次元です。3次元プロットです、これ。これ上の、上がこれ。おぉ、おぉ、ラージエッジというものを動かすと、こういう風に揺れる。すげえ。すげえ。なんやこれ。でこのね、まあ、僕が気づいた点なんですけど、ここがちょっと厳しい。だいぶ簡略されてるけど、大丈夫かな。関数が X と Y と Z 全てを、まあ、T の倍加変数で書いたみたいな形になっていまして、作品のモデル、それを書くにはこの絵は狭すぎるって完全に切ってますけど、完全に誰でしたっけ、これ書いた人、こういうことです。フェルマンみたいな感じになってますね。やはりおっぱい 3D で揺れることだと思うんです。ラージインチの中で適当な範囲で変化すれば好きなだけ揺らすことができます。これでうちの学校により一層変態が入学していくる。望んでるやん。望んでます。完全に完全に望んでますね。この揺れを作ったことで石川高専の今後の発展、未来の発展を見る。なるほど。その揺れはこの揺れと今度はチェックの波なんや。そういうことです。50年かかります。トイリンさんのことどうですか。石川県。あ、石川県。地元、地元。出身地。はい。マジ。石川県に変態もいるんですね。特にこのおっぱいじゃなくて、もう下の部分。これちょっとやばいよね、これちょっと。ピーチっていうの下の、まあ、すごいいい手の。はいはい。やってしまったか。いや、そこ 3D じゃないよ。はい、ということで、たくみさんどうですか。これ、今ちょっと点数高めに実は書いちゃったんですけど、はい、今下げようかなと思って。どういう点ですか。ちょっともう一回動かしてもらって、はい、こちら多分ね、光源の位置は光源じゃないんですよね。あ、この光源、普通の中にこれ座標設定して上げてるんですよ。そうそう、ね、はい、座標設定して、だから最初は光源の位置どこだろうなって思ってワクワクしてたんですよ。はい、そこにワクワクするんや。はい、だでもなんか固定っぽいですね、その光るところ。光るんだ。はい、今度やったらもうここら辺が光るんじゃないですか。無限遠の点光源である水光源を使ってる可能性もある。無限遠の点光源を使ってる。お、これは入れるよ、それが可能性もある。なるほど。点光源だったら全体が明るくなるだけじゃない。無限遠の線光源。あ、線光源、だからレーザーみたいな点と線がある。ある。ただ気になるのは2つがその完全にかなり強力な配結合で結ばれてるって。確かに確かに、同期しすぎですね、これ。これでも絶対どこかに関して対象な気はしますけどね。ということで、はい、いろいろ出ましたけど、今作品の点をお願いします。 3D というのがね、今回確かに 3D っていうところですね。はい、ということで皆さん、エントリーナンバー6、オーパイガードの得点どうぞ。ドゥン7、7、4、得点は36点。おお、64点ということで、そうでもない、暫定4位ということで、イデアは守りました。イデア守った。イデア守りました。これがね、今暫定なるんですけど、ということで、こうなった原因、何かノエリさんの点低いですけど大丈夫ですか。私はやっぱりちょっと下のあれが裏目に出てしまいました。下のね。ちょっと意味深さを求めちゃったら、よりちょっと下品だろ。他何か。はい。すみません。褐色が嫌いなんですよ。あ、褐色が。お前焼けてんじゃん、でも。いやもう、しかもなんだろう、日焼けに恨み持ってるんですよ、とてもとても。今。もう、めちゃくちゃ市場を入れてるよ。まあでも、関数として評価はあるんで、ベーシックインカムが 8.9 で、ベーシックインカム高えだもん。ベーシックがほぼほぼ占めてるぞ。余白少ねえな。そうですね、ちょっと自分への、自分の支援で一時的に。なるほど、なるほど。はい、最後、匠さんどうだ。多分これ全く使われないと思うんで、回収中の電眼さんを笑わせるためだけに言うんですけど、はい。この表が狭すぎるっていうのはフェルマーですね。フェルマーができると思った証明方法って無限硬化法っていうんですけど、個人的にはそのおっぱいがずっと上から下までずっと無限に落っこちながら揺れてたらめっちゃ面白かった。それはもう高度すぎる。いやいや、オーパイは4位ということで、まずは残念でしたけども、まあ、こういう作品でございました。はい、いきます。エントリーナンバー7、ナイス。
あのタイトル、エロサイトに出てくるビブ広告。サイフル、サイフルだ、サイフル、サイフルだ。横浜市立サイエンスフロンティア高等学校、作品がこちらになります。サイフル来たか。あれになっておりまして、これね、一見今までの普通のやつ一緒と思うんですけど、これなんか塗られてますね、色が。はいはいはい。これ今までと関数の書き方が全然違います。なんと領域で書いてます。だからこれ、この範囲全てがこの x 小数イコールの両方が入っているということで、新たな関数の表記方法で、これは前年度トップ10に入った航空保安大学校と名古屋大学のまあアニメーションの融合というものを作ってきた。すごい。で、他にもさっき言いました、不等式にすることで一色しか塗れないけど着色が可能になった。はいはい。で、三角関数の位相をずらすことで肩甲骨胸や不思議動きを滑らかにするといったこだわりがあります。はい、揺れの動画があります。揺れの動画があります。このようになります。わかりますか。そうですね。違うんですね。はい、間違いない。おっぱいではないな。おっぱいではない。なんか今日がリアルじゃないですか。リアル、確かに。ただそっちが好きってことじゃん。今日。え、もう一回見して、もう一回見して。もう一回見ます。はい。何度でも。こちらになっております。あのさ、肝心なおっぱいの揺れ、おっぱいめちゃめちゃ豪体だよな。おっぱい豪体すぎるんだよな、これ。これはね。90度回転してみるのが正しいんじゃないかなと。あー、こう、こうですね。こう、こうだから、重力方向は右かもしれない。はい、ということで、いや、これちょっとね、皆さんの得点、ね、今現状の1位が正面こと美学さんの 46.2 点、はい、この方が1位なんで、これを超えてるかどうかというところがポイントですね。はい、さあ、皆さん、点数を一斉にどうぞ。はぁ、辛口。77.75、38.26 点ということで、おー、残念ながら4位ということで、イデアを守り抜いた。イデアを守り抜いた。素晴らしい、ね、イデア美しかったね。さすがイデアと言ったと、ね、名前が強いね。だからもう名前でガチャ引いて星5、絶対もう星5やんっていう名前の形になってます。現状暫定4位ということで、イデアが守った。はい、なるほど。ボーダーが40点ぐらいなんですかね、今回の。そうだね、40欲しいところです。ありましたら、はい、はい、そう、揺れの連動性というかリアリティに関してはなかなか多分かなり凝ったポイントだと思うんで、非常にこう単位戦揺れではなく、こうやってちょっと連動性を落とすことに僕はちょっと加点を。なるほど、それで7点だ。はい、どうぞ。あ、3点のノイリンさん、今回甲子園のタイトル忘れちゃダメですよ。そう、おっぱい関数、はい、それこのおっぱいはダメでしょ。ダメでしょ、かっこ。そうですね、おっぱい関数甲子園で習ってますから。はい、そうですね、はい、え、でも、私5点付け返していただいても、はい、まあ、確かに、作りとしては雑さが残るという、はい、トランスの、まあ、今日も見たようにタイトルとのリンク性という意味で、はい、まあ、ちょっと高めに。あ、そうですね、確かに確かにこれはエロサイトで出てくる人工的確かに。はい、まあ、この点数なんですけど、はい、まあ、いろいろ本当に工夫がたくさんありました。要因に変えたり、マシンの三角関数のタイミング変えれないとか、はいはい、まあ、だから、今後の発展をという意味で発展して、はいはい、これまだあるんですよ、はいはい、この本当に想像力は無限に高い。ダメでしたけども、次の関数いきましょう。ありがとうございます。次の関数、エントリーナンバー8、これタイトルすごいですよ。君の関数試着したいな。これ僕の考えた文言じゃないですか、これ。
筑波大学附属駒場高等学校は賢いと思う。めちゃめちゃ賢いですよ、これは。お三件です。はい。で、君の関数試着したいなという今回のおっぱい関数の広告の言葉をタイトルにした。だから試着っていう言葉がこれ非常にポイントになっています。これってなかなかつけられないと思うんですよね、相当自信ないと。あ、そうですね、うん、だから試着っていう言葉にちょっと注目して今から出すかどうか。紐がついてると。こちらでございます。試着したいですよね。いや、めちゃめちゃビジュアル綺麗。どうですかこれ、はい、いや、もう見える、体のラインが見える。これ素晴らしいと思いませんか。見える。しかもなんか関数も結構現実的な関数で書けそうなところが、なんか僕ちょっとよくわからなかったんですけど、なんかこんな感じらしいです。へぇ、よくわからなかった。これもわけわかんないですよ。なんだこれ、もうわけわかんない。因関数のなんかダイナリコールだと意味わかんないですよ。二変数関数の定画展開してっぽいですね。変数の場合の格好しないで、何一つから争うっていうね。だからもともと何か違った、何ですか、定画展開する前があったって感じですか。何かあったかもしれない。そうですね。で、これのポイントなんですけど、必要最小限の形を示すことで、関数者にこの水着を着用して女性のシルエットをさりげなくイメージさせる。伸びしろの広いデザインになっているだけでなく、多くの得意点を持ったこの複雑な外形が三角関数などの特殊な関数で媒介率を用いる。正式の形をした因関数のみで実現されているので、関数と外形どちらも美しさに向こうかなった作品です。なお領域の色はポスターをイメージして赤で作りましたということで。いや、もうその通りですよ。だから僕第一声で言ってたと思うんですけど、はい、女性の姿が見えるってね、もう言ったんですけど、その通り説明文に書いてあって、はい、まさに狙い通りにそうさせられてるという、そういうアイデアの勝利という感じです。しかも水着の形もね、めっちゃおしゃれなんですよね。そうなんですよ、おしゃれなんですよね、普通になんか、はい、めちゃくちゃおしゃれです、これは。はい、まあ、これおっぱい関数のロールシャッハテストを超えてきたみたいな。なんでロールシャッハテストので形が見えるみたいな。へー、それではこの君の関数試着したいな得点どうぞ。おお、すごい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 、おお、ずいぶん高い。 9.9 って今日最高ですね。大台乗りました。乗った。え、51.32 点これ。おお、このような形になっております。すごくないですかこれ。すごい、君の関数試着したいなが2位に5点以上の差をつけてトップと。いや、すごい、こういうことになっております。はい、本当に感動したい俺はもう。でこのタイトルのやっぱ尽きられへんってこれ自信ないと、これ、はい、そうタイトルがね、はい、で僕としてはね、そのタイトルを回収した男気にもう10点をあげたかったんです。でも 9.9 になりました、はい、っていうのがちょっと残念だなと思ったのが、はい、このね、股間という名の得意点に注目してほしいんですよ。めちゃめちゃ尖ってるんですよね。はいはいはい、女の子のね、陰、まあ、陰部陰部陰部こうなってるんですよね。こうなってるんですよ。で、ではで、しかも陰関数にこだわって作ってる、はいはい、なんで陰部もこだわってほしかった。なるほどね、はいはい、いや、まあ、先ほど尖ってるという点で復元定されてますけども、はい、僕は逆にあの太ももがムチムチなのかなと思って、うん、ああ、それもあった、それもあった。でも昨日お前見てたの、お前昨日おっぱいシャトルランやったの。あの時の見たか、あそこの得意点。見た得意点こうなってました、こうなってました。いや、あの人たちは細すぎです。あ、そうだ。そうなんや。もっともっとムチムチなのかなったらこうなった。そういうことです。わかりますね、そういう意見もありますと、はい、いうことですけども、この君の番組試着して今の時点で1位ということは残り2つ紹介しても3以上が確定ということになりましたので、もうこの、これはもう決勝進出確定しました。素晴らしい。はい、それでは次に参りたいと思います。ではエントリーナンバー9、タイトル高校草原を走るおっぱい、岐阜高校でございます。おお、なんか珍しいタイトル、岐阜高校でございます。その作品ご覧ください。ドゥうわっ、めっちゃリアル。これすごい、めっちゃリアル。ってか光源めちゃリアルで、関数とこだわりがこんな形になって、すげえ、 Y イコールで X と Z の関数になります。実質は一緒です。でポイントがパイパイ
とかもうパイばっか使ってるし、パイで全ての系統構成したというまず基本ベーシック基本ベーシック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 。私は体験したことがありませんが、女子のおっぱいは走ると左右が交互に揺れると友達に聞きました。イメージしたのは草原を走るおっぱい左右独立して揺れるらしい。揺れるこれ。でもちょっと映像がちょっとねこれ掴めなかったですね。マジで、はい、それめっちゃもったいないな。でもでもさ左右独立して動くっていうのがさ、めちゃくちゃ多分これ大事だと思うんだよな。そこがね、そこがちょっと今までだってやっぱこう単こうさ同期的な揺れだったから、はい、それがさ独立して動くっていうのはすごいリアリティあるし、痛いなぁそれ。でも揺れてたらでも全然違う点数つくんやけどなぁこれ。これなんかでも見慣れてきたから、はい、結構心の中で動きますね。心の中で動きます。確かに確かに、はい、見てきたから過去問的にはもう。ということで皆さん、このアイドルキャンプ級創業橋のおっぱい得点どうぞお願いします。あうおおうおこれはうおこれはね、うわこれは決まったか。これはえぐいぞということで出ましたので53.9点という点で、よしよしよし、53.9点ということで、はい、こういう形で、すごい、ちょっとパイコちゃんがね、ちょっとまあ悲しいパイコちゃん、ダブルユニットダブルユニットでもこっちもダブルユニットなんだよな。もう時代はもうダブルユニット当たり前のようにダブルユニットアップデートされていくから、教育的にすごい正しいことしてるなって気がしてます。いやそうです、決まってね、この企画すごいいい企画です、はい、実は、まあ、9点台とか8点台とかありましたけど、まあ、純粋にどう思いました？でも純粋にだから帝王だよ、帝王っていうか、帝王このね、さっき言った高原に関してもそうだし、はいはい、爆乳じゃないこのリアリティなおっぱい、確かにね、全てを取って完璧なんじゃないかなと言わざるを得ない、はい、うん、あただ押村君は僕は微分不可能な点を大事にしたいと思っていて、どうその下のね、はい、下のああここ微分可能じゃないですか、これ全部、はいはいはい、微分不可能な点があってほしい。ああそういうことね、こうやってこうこう、あちゃんとここなんかどうなんでしょう、無理嬉しそう、あ、マジ寿司こういうのにその作品出すって、はい、普通秘密にしたいじゃないですか、はい、近くにいますから、母にはね、はい、でも、この子、お母さんに聞いてるんですよ。母は答えてくれそうな選手でしたね。すごいこの動画見られることすら自分は恥ずかしいですからね、お母さんに。まあ、はい、はい、私のお母さんは、動画見てるんですけど、応援してくれてます。それでは、最後の作品に、いやー最後参りたいと思います。この10校で今年は行われました。次ね、学校が非公表でした。え、マジ非公表でしたけど、タイトル、はい、電撃こちらでございます。それはなんかすげえな、電撃おっぱい斬新すぎるな。なんか浮かんだ、あ、大体分かったかも。俺も浮かんだ、多分そういうことか。正解です。ドゥすげえ、すげえ、こういうことになっております。で、これ赤点とか青点がありますよね。これがポイントなんです。どういうことかと言いますと、そこに電化置いてんの、そういうことです。マジか。その時のデリー面を書いている、ポテンシャルですよね、ポテンシャルを書いているということになっております。で、すげえ。関数自体はこれです。ほんとだ、 V コール9で置いてるやん。すげえ。で、すげえ、これすげえ。ごめんなさい、はい、問題が -202 電気量プラス9の天然化を点 C0、 0.751.5 にマイナス 0.59 の天然化、点 D0.61 にマイナス 0.10 の天然化を置く KQ、 すげえすげえすげえ、 KQ イコール10というふうに仮定してます。すげえ。 XY 平常電位 V を表す側面の外径をかけというものを解くと、なんとこのがこれになると。すげえ、マジ。なんとマジで、なんとこれになると。電源 DC で動かすことによってお好みのおっぱいが作れます。だから電化の場所を変えることによって、電化の強さを変えることによっておっぱいの大きさを変える。すげえ、これ、はい、天才だ。画像の赤い点が正の天然化、だから赤い点がありますね、あれが正の天然化でプラス9が置かれてます。で、正の電化で胸が膨らみ、負の電化で谷間ができます。
そういう形になります。だからこの辺、この辺ね、この辺、この辺すげえなっていう、たくみくんが好きそうな、めっちゃくすぐるじゃんめっちゃくすぐられてる。ありがとうございます。やっぱりこう数学が物理へとどん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 応用範囲を広げていくみたいな、その歴史の一端を見るような歴史を感じることじゃないかな。本当にそうですね。ジュールとかボルトとか、ね、クローンとかそういうのが出てくるっていうのも、僕らアクロンかと思う。クローン、クローン、クローン大事だね。生物まで表現が変わってます。はい、まあ、やはりその数学っていうただあの式を解くための道具だったものが現実世界に応用されるという点で非常に評価したいと。本当そうですよね、これ、はい、すごいですよ。やったことはニュートンと同じってことですね。そういうことですね。だけにね消した。みんな疲れちゃってるんで、もうちょっと前半にやるときに返した。前半にやるときに返した。はい、ということで皆さん、このやっぱね、このおっぱい南部酒でしょ、みそこのおっぱいがはい、このナンバー10、デイニテキおっぱい、皆さん、最後ですよ。はい、何点ですか、お手元どうぞ。さあ、計算デイニテキおっぱい56.39。うわナンバー10、1位が語学部長の電撃おっぱい、で2位が岐阜高校かな、遠いの走るおっぱい、3位が駒場高校の君の関数を試着したいなに決まって、すごい、もうこの時点でもまず一旦素晴らしい、本当に高校生に無限の文字通り言うのみたい、はい、もう本当にどうぞ。あ、問題をやって解いたらなんか絵が現れるという、はい、なんですけども、私の出身がね、静岡の方にあるんですけども、はい、あの静岡大学の過去問でなんか問題解いたら富士山の絵が現れるっていう、はい、それをあの想起するような感じで、ね、非常に高い点数をつけてる、こういうことですもんね、はい、静岡推しね、それでも10点超えちゃうよ、それで地元愛強っ、はい、もう予想をはるか上回る出来だった、はい、はい、でも、はい、でもなんですよ、僕はでも、はいはい、でもで、この発想自体非常に素晴らしい、はい、思いつかない、はい、すごい感動、大好き、ただただ、はい、あえてこの8という僕一番低い点数なんですけども、はいはいはい、その発想が素晴らしいというだけではないじゃん、みんなどうした、後輩に連れてこの場の空気に飲まれて己を忘れて本来のおっぱいの美しさや思いあったか。ありますね。あります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 ありました。はい、いやでもね、この声はちょっと軸がねずれていってるんじゃないかなと危惧しまして、これ自体は非常に素晴らしいけども、あえてね警鐘を鳴らしたい。なるほど。特に物理で感化された呼び乗りという名の魔術師にね何かどうですか。はい、浜岡さんの言うことも分かるんですけども、はい、やはり問題を作るという点において問題を作る側と解く側でどちらがより知識を持っているかといいますと、それはもちろん作成者側の方が知識を持っているわけですよ、はいはい、そうです。という点を考えると、この子は非常におっぱいに対して素晴らしい熱意を持って勉強して知識を得てこれを作っていると考えるところが、まあ、いや違う、見てみて、問題見てみて、ちょっと物理のディクチョってところはちょっと作ってみましたよ、どう見てみてじゃないですかこれいやいや違います、違います、これは私はここまでおっぱいに対して熱意を持っていて、それを物理で何とか表せないかということです。いやいや、そこを書いてないよ、この文から読み取れない、お前センター試験でお前50点しか取れないじゃないですか。いやいや、あなたこそここで100点目とかないですよ。俺、本番あれです、あなた文脈、俺本番150点なんです、僕、180点なんで喧嘩すんなお前ら、なんとか言えよ、みのりおい、目が覚めました確かに、このね、高得点つけてしまったのは、はい、まあ、物理だからという安易な理由でした。確かに今のね、はい、意見聞いていたら、まあ、何か大事なこと忘れてたなと思って点数変えようかなと思ったんです、うん、でもですね、これちょうど空論になってるなと思って
お前こんな一番いらねえよ。一番いらんわ。9.6 つけて人の8空洞を見てバカにしたんですけど。空洞になってる。ということでね、今からこの上位3チームで皆さんに投票してもらいます、うん、はい、どれが1番だったか、あー、なるほど、っていうのを投票してもらって、はい、1人当たり3票まで投票できます。決勝戦はね、この3つの中で1人3票持って、で、3票が全員全員全員でも OK、 草原草原草原でも OK、 全員全員草原でも OK、 でも自由度は全部 OK、 点数が高い人が勝ち。あれですね、分かりやすい。出ました。はいはい、はい、すげえすげえ、うわっめっちゃリアル。うまっ、こちらでございます。おっぱいパンツ甲子園優勝は草原八六杯。いやー文句なしということになってしまいました、草原が9票、これとこれが同票、6票、6、9、6でした。おー、黒第1回おっぱいガラス甲子園がこれでね、草原橋おっぱいの優勝で終わったと幕を閉じたというわけなんですけども、初参戦の匠さん、いかがでしたか。本当に楽しかったんですよ、はい、めちゃくちゃ実際収録時間長いじゃないですか、はいはい、多分なんか心なしか先生の髭伸びてる気がします。確かに先生どうでしたか、初参戦でしたか。いや、やっぱりこう数学だけじゃない、こう物理とかが入ってきて、はい、教育的観点からも素晴らしいんじゃないかな。いや、そうですね、これでもいいですよね。もう出ないだろう、もう出ないだろうって思うところでまた出るんです。また出るんかな、これがまた出るんかな、まあ、それはでも今見ている高校生次第だからちゃんと勉強してください、はい、本当にだから1年間勉強しててちゃんと、はい、じゃあ来年また怒られていいですね、はい、はい、ということで今回おっぱい数甲子園以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。からの